マジどうも知らないシゲタイワリです。皆さんはバナナスプライトって知ってますか？知ってますか？知ってますか？いや、それ知ってますよ。有名なんですよ。まあ、5年前に流行ったチャレンジらしいんですけど、はい、僕動画結構この前見てたんですけど、みんな履いてる動画が多くて、あで実際にやったら履くらしいんですよね。で僕結構そういうの信じたい立ちで、なるほど、はい、で実際に今日あのバナナとスプライトたまたま手元にあるんで用意してやなお前手元にあるんで、だから今回ねあの僕が検証していきたいと思います。まあ俗に言う芋犬ですね。芋犬ちょっとやっていこうかなといや僕に言うっていうか初めて聞いた芋犬って。じゃあ芋に検証で略して芋犬でしょ。芋に検証なんですか？検証研究所ではなく研究所はまた別にある。別にあるんで、別にあるんで、なんか今回イモニーの検証ってことで芋犬やっていきたいと思うんで、じゃあ今回はじゃあイモニーが実際にそのバナナスプライトやって履くかどうかを検証したいと思います。まあまあそういうことですね、はい、まあ、俺は絶対履くと思ってます。ああ嘘、履くかな。履くよ。やったことある？ないよ。ないよ。いや履かないよ。大丈夫大丈夫、履かゲルブクロも実際いらんて。そやな、そやな、いらん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 で、まあ、今回ねあの履いたやつらが嘘だってことを証明する動画になると思うんで、まあ、かなり挑戦的で、まあ、皆さん楽しみにしててください。はい、じゃあそれではやっていき、マジイモニーさん、まあ、早く食べて、もうバナナも早く食べて、もう食べたらもうすぐもうスプライト早く食べると、うまい。もうそこ もうタイムアタック性ぐらいの気持ちで行ってもらわないと。そっちだとしては頑張りました。行きます。お願いします。用意スロッ。なんか青い絶対がバナナを食べるというもう気持ち悪い光景どこで今鼻から食べようとしたよねあ全部食べて、全部全部食べてからね。しっかり飲み込んでね、バナナしっかり飲み込んでからね。何？持ってて。正直ちょっと吐くかなって期待があったんですよ。正直検証する前に、まあ、自分でも、まあ、実際に、まあ、そう意気込んだけど実は吐くんじゃないかと。マジで気持ち悪くない？全然全然、ちょっとゲップ出るぐらい。いやそれ炭酸やからバナナがダメやっとってない？もう一回してもう一回やってくれ。なんか今のはなんか勢い足りんかった。勢い足りんやった、うん、じゃあお願いします。そのバナナって言い方の癖が休憩しすぎだと思います。これ発酵研究員としてどう？それは調べたいんやない？もうちょっと自分としてみ、このバナナの食い方で本当に実験になるかと頑張らないかんじゃないかここは行けよ、そんぐらいだ、やりきれよ。もうよっ、レッド全部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 と、これもう残りこっち向かないでもらっていいですか？ごめんなさい。シンプルに炭酸の一気飲みしてた実際ついてるかな。でもなんか芋に噂によるとなんか炭酸というかなんか一緒で言う水みたいな水道水があることで水道水言われるものがむしろ炭酸水よりも話も結構上がってるから刺激には慣れてる。刺激には慣れてるか、これちょっと炭酸って感じない説はもしかしたら呼吸がちょっと荒くなってきたっていう。いやいやいや嫌いすぎてやろお前、鼻から出すよりやっかて。車あっちゃう。結果何が言いたいかで言ったら、僕ちょっと吐くって信じたんですけど、まあ、結果炭酸きつかったで、バナナは意外とそうでもなかったし、ちょっとお腹に溜まるかなぐらい。でもなんかこう吐きそうな雰囲気はもうない、全くない。いやもう全然なんかグックで終わるみたいなところがあったんで、まあ、履いてるやつらは多分あいつ炭酸飲みすぎたやつら。じゃああなたも炭酸飲みすぎたということですね。まあ、検証バナナスプライトは
炭酸飲みすぎたら吐きます。はい、ということで芋兄の検証はこれにて終了となります。ありがとうございました。あ、今回この動画が芋兄全く吐かねえじゃんみたいな、なんでよ結局みたいな、吐かねえって言って吐くのが普通落ちだろって思った方はぜひ高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。